東口港内図大曲がり駅舎大曲り駅は、秋田県大仙市大曲通り町にある、東日本旅客鉄道の駅である、大仙市の中心駅。事務官コードは22万847を使用している。乗り入れている路線は、線路名称上は、当駅の所属線である、大羽本線と、当駅を終点とする田沢湖線の2路線である。また当駅は、ミニ新幹線である。 秋田新幹線の停車駅となっており、同新幹線は田沢湖線と大宇本線秋田駅方面とを直通運転している。このため田沢湖線は新幹線に合わせた標準機が用いられており、大宇本線秋田駅方面は在来線列車用の凶機と秋田新幹線用の標準機との並列区間となっている。地上駅で京上駅舎を持つ在来線ホームは 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線である。三番線は田沢湖線用の標準機であり、線路はホームの中ほどで途切れている。新幹線ホームは東単式ホーム一面二線である。在来線ホームに比べると狭い。秋田新幹線は田沢湖線を覆う本線が秋田方面の直通のため、当駅でスイッチバックが行われる。 在来線、島式ホームの田沢湖専用線路終端部付近に中間改札が設けられており、そこから新幹線ホームへ通路が伸びている。中央改札口は2階にある。ただし、全国花火競技大会開催時は、西口1階に臨時改札口が設置される。直営駅である。新幹線乗り換え改札口は、JR 東日本東北総合サービスに、 委託している。管理駅として、大宇本線の神宮寺駅宇宙境駅間及び、田沢湖線の田沢湖駅北大局駅間の各駅を管理する。緑の窓口、指定席券売機、自動券売機がある。また新幹線乗り換え改札口には、新幹線自動改札機が3台、中央改札口には、在来線自動改札機が4台設置されている。 この自動改札機は、新幹線 E チケットサービス利用者向けに、同サービスで利用できる、交通系、IC カード対応しているが、在来線の乗車時には利用はできない。新幹線ホーム、緑の窓口県待合所にはキオスクがある。1965年あたりまでは校内に、横手機関区大曲り区が設置されていた。1963年までは、 SL も配置されており、国鉄 C11 形状機機関車が3両配置されていた。現在はすでに撤去済みだが、機関区構内には転車台も設置されていた。かつて販売されていた主な駅弁は下記の通り。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は1957人である。これは秋田県内では、 秋田駅、土崎駅に次いで第3位である。近年の推移は以下の通りである。駅前にも停留所はあるが、ほとんどの系統は対局バスターミナル発着である。路線バスはすべて動こ交通が運行している。駐車区出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。